今日も一緒に頑張りましょう。下の足は軽く曲げて、上の足はまっすぐ伸ばします。お尻と外ももの筋肉を使って自分が気持ちいいと思うところまで足を上げましょう。次はそのまま足を大きく回していきます。体が前後にぶれないようにお腹にしっかり力を入れましょう。上の足を曲げて前に出します。下側の足を上に上げます。内ももに意識を集中させて脂肪を燃やしていきましょう。次は反対です。お尻と足は体の中で一番大きい筋肉なので、鍛えることが野生の一番の近道です。息を止めずにしっかり呼吸していきましょう。スピードよりも普段動かさない範囲で大きく回すことを意識していきましょう。内ももを鍛えるトレーニングです。これは太ももの間に隙間を作ってくれます。内ももの力は抜かずに最後まで上げ切りましょう。次は四つん這いになります。膝を90度に曲げ、足を真横に上げていきます。膝を床につかないように気をつけて、軸をぶらさず体はまっすぐをキープしましょう。内ももの筋肉を使ってできるだけ高く、できるだけ遠くに大きな虹を描きましょう。難しいですが、体の軸をぶらさずに大きな虹をじっくりと描きましょう。お腹に力を入れながらやると腹筋も一緒にトレーニングできます。10秒休憩して反対の足です。お尻を鍛えることでヒップの位置が上がるので、足長効果が期待できます。辛いですが呼吸を忘れずに、大きく息を吸って吐いていきましょう。
休憩しながら仰向けになります。膝の裏で手を組んで足を伸ばせるところまで伸ばしましょう。最初は伸びきらなくても大丈夫です。できるところまで無理せず頑張りましょう。次は反対です。ストレッチで柔軟性が増すと筋トレの効果を最大限発揮することができるようになります。足を天井に向かってまっすぐ伸ばしたら、自分が気持ちいいと思うところまで足を開きます。最初は膝が曲がってしまっても大丈夫です。内ももが燃えるのを意識して最後まで頑張りましょう。次はふくらはぎのストレッチです。四つん這いになりましょう。ふくらはぎは使いっぱなしでなかなかケアされていない部位なので、丁寧に伸ばして凝り固まって太くなっている足をほぐしていきましょう。最後は前もものストレッチです。片足ずつ行っていきます。前ももの付け根が伸びていれば OK です。余裕がある人は膝を後ろに引くようにして気持ちいいストレッチ感を得られるようにしましょう。反対です。血流を改善し老廃物の排出を行うストレッチを行うことでむくまない体作りができるようになりますよ。頑張りましょう。